こんにちは皆さん。日本生まれの僕と地球の反対側コロンビアで生まれ育ったオリがどうやって知り合ったのかよく皆さんに聞かれます。実は年の差も9歳離れていて、母国語も僕が日本語でオリがスペイン語です。全然違うわけです。この2人がどうやって知り合ってどうやって付き合うまでになったのか、この動画で皆さんに僕たちの馴れ初めをお伝えできればと思います。この動画を見られている皆さんの中にはもしかしたら外国人と付き合ってみたいなっていう方がいらっしゃるかもしれない。そういう方にもしかしたらヒントになるかもしれないので、ぜひ動画を楽しんでください。改めまして、日本人とカナダ人のハーフのカイトとコロンビア人のオリです。僕たち付き合ってもうすぐ8年になります。8年ですね。8年だいぶ長いですよ。だから今回8年前のことを思い出さないといけないからちょっと不安なんですけど、オリアン大丈夫？大丈夫、若いですから、ね、若いから、まあ、こっちは9歳上ですからね、ちょっと心配なんですけど頑張っていきます。どこで出会ったか覚えてる？もちろん出会った場所ぐらいは覚えてます。実はですね、日本でもコロンビアでもなくてフランスなんですよ。フランスで知り合いました。フランスのモンペリエっていう地中海のところにある学生の街で知り合ったんですよ。Why did you decide to go to Montpellier? 勉強しに行きました、フランスに。フランスのモンペリエね。本当勉強しに行きました。いや、本当に勉強しに行きました。遊びじゃないですよ。建築とフランス語の勉強しに行きたいと思ってフランスに行きました。そのフランスの中でもパリとか、ね、リヨンとか、そのでかい都市じゃなくて日本人が少ない場所に行きたいなと思って、しかも天気も良くて、まあ遊べる場所に行きたいなと思って、モンペリエっていう場所を選んで、でモンペリエのフランス語の大学付属のフランス語学校で勉強してました。オリアナは After graduating from high school, I really wanted to take a year off school and just try to figure out what I wanted to do next. I didn't know what I wanted to study at university. So I decided the best thing to do was just take 1 year off, travel, go somewhere new, learn a new language. And then I decided French was the new language I wanted to learn. I already learned like English at school. And so I started doing my research, yes. And then I found this very small city in the south of France, Montpellier. And then I guess I was lucky because I found him. フランス学校で僕はあるクラス、オリアナよりちょっとレベルが高いクラスにいたんだよね。オリアナ、あなたは高い、あなたの方が。そう、俺の方がちょっとレベル、グレードがちょっと上の。そう、私は。確かに B2 とかね、B2 だから B1 だからそういうね、クラスが分かるんですけど、それでちょっと上級クラスにいて、で、オリアナはちょっと違う。でも今は私のレベルは高いです。フランス語のレベル、もしかしたらオリアナの方が高い。通常はね、フランス語で会話してるんだけど。どうやって出会ったか、一番最初に会った日覚えてる？覚えてる、そう。学校ではないね。学校じゃないんですよ。多分、僕が覚えてる限りだと、バーなんだよね。クラスがオリと僕では違って、うん、で、オリのクラスには、まあ、オリの元々のその友達がいて、で、僕のクラスにもコロンビアの友達がいたんですよ。で、それまではお互いに知り合ってない状態で、けど要はその共通の友達がいたので、じゃあそのクラスのやつらの何人かで、じゃあバーに飲みに行こうってなって、一緒に。そうで、その時にオリも誘われて、そのバーで初めて出会ったんです。それなで、僕はね、もともと結構そのバーには行ってて、多分オリ初めてだったでしょ。初めて多分。本当覚えてる、そのバー。そう、覚えてる。ロビンフッド。ロビンフッドですよ。覚えてる。いや、スポーツバー。いや、スポーツバー。スポーツバー、そうね。ロビンフッドのバーで会って、オリが隣に来ました。ね、初めて話そうと思ったけど、オリね、なんかその時ね、黒いジャンパーというか、なんかベストみたいに着てて、oh, he remembers well. しかもこう細くて身長も高いの、オリで、なんかこうクールというか、なんかこうクールを装って、なんかすごい近づきにくい。 I don't remember it that well. I mean, I felt I'm actually pretty shy when I meet people. So, I don't know, when I first saw you, I wasn't very talkative, I guess. And he thought it was because I was cool or something. And then, I feel like that about you, actually. Like, I feel you were like pretty... okay, I'm the boss here. I don't know, I'm like, yeah, I'm like, you know, that's how I felt, guys. 僕はもうみんなに結構フレンドリーなタイプだから、みんなにすごいこう話すし、で、こう、でしょ? Yeah, he's, I mean, like, he was really friendly, don't get me wrong, but there was something about him that made me feel like, he thought of him like
I don't know, someone who's really cool, above average, I don't know. ナルシストってことね。俺がオリに対して持ってたファーストインプレッションは、うわ、綺麗この人。うわ、話しにくいって思ったの。I mean, for him, I thought he was handsome and attractive. But there was something about that day, his personality, that I thought like, oh no, this is not going to work. Like, I don't see me dating him. I just handsome だとは思ってくれたのね。Yes, yes, I thought that. But actually, that day we didn't get to talk a lot, right? Yeah. So we didn't... でも、こう全然もうクール、クールだろ。もう全然なんかこう、こんな、こんな。Yeah. No, that was you, actually. Yes, I swear, that was you.最初のデートを覚えてる。もちろん。I mean, yes. I mean, it wasn't a... いや、もうすっごいかっこいいデート覚えてる。It wasn't a real date though. This time, I mean, Kaito was going to IKEA, you know, or a supermarket, you remember? That was actually... yeah, that was actually our first date together. どうやって誘ったか覚えてる。タバコ吸ってて。オリが出てきたのね、授業終わって、え、今日何するのみたいな、イケア行くんだよね、え、なんでイケア行くの、いや俺バスタオルなくてさ、バスタオル買いに行くんだよねってなって、そしたら、あ、私もちょうど欲しいものがあったって、だからそれ It wasn't like us. 一緒に行きたかったでしょ、yes. もうそんなもん全然知らないから、うわこれ来たって、これもう一緒に、じゃあ一緒に行こうよ、yes. すぐ行ったのね、yes. しかも行く時の電車、もう初めてのデートだから、俺にとってはデートだよ、もうそれ IKEA でもデートですよ。もう、あの、電車に初めて乗るわけよ。本当に初めての時間。27歳 VS18 歳。もうすっごい緊張してる。何話していいかも。なんかね、もういつもならそんなことないんだけど、すごい緊張しちゃって。I don't remember the conversation, but we had a lot to talk about. I mean, we always had topics to talk about, really. I remember, yeah, at the beginning we spent like hours and hours talking and then, yeah, so.電車の中で Yes. And even supermarket and everything, yeah. Yes. And do you remember what happened when we went back home? Like to your house? To your place? 家に戻って、オリが、そう、バスタオル以外のいっぱいのものを置くために一緒に来てくれて。And actually, like, at that time, I wanted, of course, I wanted to spend more time with him, but I didn't know how to let him know that.And I mean, for me, it was like, okay, I helped you with your bags, and now what should I do? And then I was like, okay, maybe I should just say that I'm going home. And probably he would say, okay, no, you can stay. And I said that, okay, I'm going home, but he didn't say anything. So I left. Do you remember that? それは確かに、その日は何もなかったというか、オリアナが帰ったっていうのは覚えてる。Yeah. けどそれは… Because then… え、なんて言ったの？When I did this, じゃあねって言ったの? Yes, like thank you very much, bye. And then because when I left, like, I mean, this he told me about this later. But his friends, in the house, they told him that, oh no, if she left, it's because she doesn't want you. Remember, you told me this about. So it was like a sign I didn't want to be with you, but I actually wanted to stay. But you didn't say anything, so I just left. それがもういいよ。もうそれ一回目のデート。一回目のデートで俺はオリのこと大好きになってる。そうです。I was already crazy about him at that time. 嬉しいね。まあ、だから同じだ。だけど、お互い思い合ってるのに、それに全くお互い気づいてない。で、2回目のデートは、その後。その後は…で、またみんなと遊んで、外に出て、いつものメンバーたちとみんなで遊ぶ。で、yeah. 前よりはもっと1対1で話すようになった。Yes, yes. From that day, we spent more time together, definitely,、ね、right? Like, if we were dancing, we were dancing together. We used to walk home together, do you remember? Like, 2人だけで? Yeah, like, I mean, with everyone. But we will always, like, be like this, you know, like, walking like this. いや、けどね、Because, 本当にね、これ気をつけてこい。コロンビア人ね、みんななんかフレンドリーだから、男とか女関係なくこうやってやってくるし、もうすんごい近いの、これ、この距離が。だからもう、なんかもう日本だと考えられないよ、こんなのもう俺のこと好きなのかな、もうみんな俺のこと好きなのかなと思うけど、違うからね。で、2回目のデート、どうなの？ The real one, when we go… リアルじゃないやつ、教えて。リアル。For me, at least for me. I mean, at this part, right? Our favorite spot in the city? 2人のね、思い出しましたよ。もう9年前、8年前のことを思い出しました。これ、あの、すごいテクニックを使ったんですよ。Please listen to this carefully. すごいテクニックを使った。Don't fall for this! オリにね、メールで、こういう
文送ったわけよ、ある日。80点、100点中80点以上取ったら一緒にどっかにデートに行ってほっぺにキスをするしてくれる権利をくれる。 At this time we knew we liked each other already. So that No, いや俺は知らなかった。 Of course, I mean if you write that to me and I say yes, it's because of course I like you. Otherwise I wouldn't say yes. 知らないよ、お前コロンビア人 I mean, みんな増えるんだよ。 A little bit slow, but I mean Come on. で、オリはもうそれでわかるよね。 Of course. 会場好きなんだなっていうのも分かる。もう分からないけど、それはで、それはコロンビア人だからもうみんなほっぺにチューだよって。もう挨拶、フランスっても別にほっぺにね、こうやって、yeah, こうやって、こうやってするわけよ、挨拶。 That's different. That's different. If I come just to you and do like this, it's different. Really different. 確かに、really、今言われると、確かにそうですけど、当時はそんなのも分からない。で、テストの時になったんだよ。でもその結果覚えてないよ。結果よかった。You told me. You told me you had passed. 点数が良くて、点数良かったよ。じゃあ、デートしに行こうってなって、OK、じゃあデートどこに行くって言ったのがさっき言ってたペルー公園ね。うん、モンペリアルペルー公園に行って、ワインと、なんか買って、パンかなんか、yeah, スナックかなんか買って。And some cheese, probably some snacks. ね、もう綺麗なね、木の下で、あ、良かったねってなって、なんかまあいつももうその時はもうすごいフレンドになったから、yeah, really、ずーっと話してて、yes. really、でも寝っ転がり、yes. そうそう、二人でこう横になりながらね、こう話してて、よかったね。あ、そういえばオリ覚えてる？こうほっぺにキスしないといけないんだよって言ったの。で、あ、覚えてる覚えてるって言って、で、オリがここに、じゃあもうオリキスして、で、オリがキスしようとした瞬間に俺パッてこう振り向いたの。こうパッと振り向いてキスをするっていうね、このテクニック。でもそれでもうこれでは、で、オリアーナもこううわっとはなんだなと、うん、嬉しいことでね。Yeah, it worked. It worked. なったらもう大変なことになるんですよね。でなって、まあ、そこからまあキスが続き、あ、じゃあお互い好きなんだねと。ってことはどのぐらい、いつ付き合ったの？じゃあ4月に付き合ったのね。We met in February, so it took us about 2 months to get to know each other and then to be together, actually. 早いね。2ヶ月の間に、だから2ヶ月の間に2回のデートしかしてないってすごい。I mean, we spend a lot of time together. そうね、ずっと本当にね、毎日、yes, 毎日一緒にいたよね。友達たちもいたけど、毎日一緒にいた。コロンビアで結婚式を挙げてから日本に引っ越してきて、日本の田舎でずっと生活しています。それが日本に引っ越してきたのは3年前だよね。3年前だからもう8年前に知り合って、それからずっと一緒にいます。遠距離が途中にありましたけど、それでもずっと一緒にいます。いまだにもうすごいラブラブです。もうみんなにね驚かれるぐらいすごいラブラブなんですけども。 I love that ラブラブです。ラブラブ、日本語ではラブラブっていうよ。この動画ではどうやって僕たちがどこで知り合って、どうやってどのぐらいの期間一緒にいるかっていうのを説明してきました。僕たちのことについてもし質問がある方、またはこういったことをこう聞いてみたいなとか、ちょっとこういうのがおかしいんじゃないみたいなとかね、日本の恋愛事情とかね、いろんな、もうどんなことでもいいです。どんどんコメントを書いてください。またこの動画気に入ってくれた方、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。